皆さんこんにちは。こんにちは。川崎競馬場にお越しくださいましてありがとうございます。ただいまから第2回目のスペシャルトークショーを行いたいと思います。引き続き、はい、ゲストには、小堺翔太さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。谷桃子スペシャルトークショーなのにゲストです。すいません、よろしくお願いします。小堺さんのスペシャルトークショーでございます。いや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 、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします、はい、何回言うんだよ、よろしくお願いします。ここでやり合ってもしょうがないですね。はい、それではですね、早速なんですが、はい、本日行われます第66回川崎記念の予想をしていきたいと思います、うん、はい、出走馬は JRA から5頭、地方競馬からは笠松1頭、南関東からは大井3頭、浦和2頭、そして、全12頭の出走となります。はい、去年はですね、特攻たるまいが3連覇を果たしたレースなんですが、はい、ね、うん、今回のメンバー見てどのような印象ですか、小坂さん。なんでちょっと半笑いなんですか。笑ってます、笑ってます。あ、まあ、でも今年のメンバーのさっき一部の終わりでもちょっと言ったんですけれども、はい、まあ、サウンドトゥルーが皆さん支持的には単勝の支持的にもこう強いということで予想されてると思うんですけど、はい、三つ葉がいるじゃないですか、今2連勝中の、はい、三つ葉が2走前に大逃げして前回はまくるレースをしたので、そうなんですよね。じゃあ今回はどんなレースを果たしてするのだろうということとか、あとケイティブレイブは前にいるじゃないですか、はい、ジョッキーも武豊騎手という小山紀弘騎手なので、はい、この辺りの駆け引きも含めてね、すごく楽しみなレースですよね。そうですよね、うん、どの馬が行くのか、はい、展開面もものすごく注目ですよね。さあ、人気をじゃあ発表したいと思うんですが、はいはい、1番人気がサウンドトゥルー 1.8倍、うん、はい、2番人気がケイティブレイブ 3.4倍、3番人気がミツバ 4.4 倍となっています。うん、そうですね、まあ、そうですね、やっぱりこの辺りね、うん、上位人気って感じですよね。 JRA 勢がね、やはり人気になっていますけど、はい、その地方初挑戦の馬も4といますからね、はい、うん、そこをどう見ていくかという面もありますしね、はい、さあ、はい、では早速ですが、うん、小堺さんに予想を聞いていきたいと思います、はい、すごく頼りない予想かもしれない、申し訳ないんですけれども、皆さんも注目してますから、はい、まあ、やっぱりサウンドトゥルーは、強いと思うんですね。去年も、はい、ここたる前とあれだけのレースをしている馬ですし、はい、今までのレースぶりを見ても、はい、やっぱりこの馬一番強いかなとも思うんですけれども、はい、ちょっと人気ないんじゃないっていう馬が僕の中でいまして、それが一部の終わりでも言いましたが、ハッピースプリントなんですね、はい、大井の10番、ハッピースプリントなんですけど、はい、実は私この馬の追い切りを見に追い競馬場に行きました、はい、はい、朝2時半ぐらいから東京やってた、まあ、前の日にちょっとご飯を食べる都合がありまして、はい、古谷武彦さんと一緒にね、行ってきたんですけれども、で、調教なんですけど、はい、僕いつも VTR でしか見たことなかったんですが、その日は単走で追い切りをされて、追い切りの後に森下調教師のお話ですと、ちょっと単走なのでふわふわと走っていたところはあったんだけれども、すごくタイムも含めてこういい頃のなんていう動きに戻ってきているというお話がありました。はい、爪がちょっと蹄ですね、蹄に不安がちょっとあって、成績が少しこう下降気味というか、今までのアッピースプリントに比べると、レースぶりが少し、なんていうんだろう、着順が上の方に来ないなという感じになってたんですけど、そうですね、浦和記念のレースで3着に来たじゃないですか、はい、時がこうまくるレースをして、はい、結構見せ場はあったんですよね。で、今までのレースぶりを見ていると、実は結構左回りいいんじゃなかろうかと、はい、浦和記念も実際に勝ってますし、はい、柏記念とかでも上位に来ているので、はい、今回左回りになって、で、状態もいい頃にちょっと戻りつつあるとあれば、はい、ちょっと一角崩しぐらいは3着ぐらい、ね、に入ることがあってもいいのではなかろうかと思いまして、ちょっとハッピースプリントに今回特に注目しています。もしかしたらもう浦和記念で復活の、はい、のろしを上げているのではないかと。そうですね、で東京大賞典確かに着順ちょっと下げてしまったんですけど、はい、森下調教師もだいぶペースがスローだったので、うん、ハッピースプリントの力を出し切れない展開になってしまったということなんですよね。はい、なので、まあ、今回三つ葉が行ったりケイティブレイブがこう動いたりっていうことがあれば、はい、ちょっとペースも若干どこかで速くなればいいかなという感じもするので、はい、
どうでしょうか。はい、さっき見たら単勝が90倍ぐらい続いてたんですけど、ちょっとね3着ぐらいないかなと思ってるんですが、はい、そんな小堺さんは、はい、このハッピースプリントはどの位置につけていますか。予想としては、予想としてはそうですね、はい、まあ、サウンドトゥルーが、まあ、一応の本命で、うんうん、ハッピースプリントは、まあ、黒三角ぐらいかな、うん、でちょっとバスタータイプという馬が、はい、すごく調子が良さそうというか、前回出遅れてしまったんですけれども、はい、先行馬のペースでよくあそこまで追い込んできたなという印象があったので、この馬を2番手にして、はい、ハッピースプリントが3番手という予想です、うん、はい、なるほど。買い目はどうしますか。そうですね、すごく迷ってるんですが、とりあえずハッピースプリントとサウンドトゥルーの2等軸で3連服を買おうと思っています。相手というか、相手は7番の三つ葉と8番のケイティブレイブ、はい、それから9番のオールブラッシュ、で11番バスタータイプ、まあ、4点ぐらいで4点で、はい、ちょっと様子を見たいなというところですね、はい、皆さんしっかりチェックをしてくださいね、はい、いろんな意味でチェックをしてください、はい、すいません、いろんな意味、どんな意味ですか。僕はあんまり当たらないことで結構有名になっちゃってたりするので。本当ですか。そうなんですよ、そんなことないですよ、はい、ただはい、何ですか、うん、バスタオル、バスタオル当たったんですよね。あ、そうそう今日は皆さん入るときにね、くじ、ね、もらった方いると思うんですけど、はい、今治タオルですね、今治バスタオルが、今治バスタオルが当たってしまいまして、700名様に当たるというものがありまして、はい、それが当たってしまったというね、はい、もう運は使っちゃったかなというところもあるんですけど、それ使ったんじゃないかっていう懸念をさっきしてましたけど ね、すごいですよね、司会者なのに当たらないっていう風に持っていくっていうのはなかなか斬新だなという感じもしますけどいや、信じてください、はい、信じれば叶いますから。そうですね、はい、で谷桃子スペシャルトークショーです、はい、で僕今まで散々パラごめんなさいね喋ってしまったので、谷桃予想を聞きたいって方もたくさんいると思うんですよね。ありがとうございます。谷桃予想っていうのはサインを探してっていう予想だというふうに聞いたんですけど、そうですね、今回はありましたか。はい、ありました。ありました。もうそのサインから発表しちゃいますか。はい、いいですか、はい、1頭だけいたんですよ。ただこれが濃いサインなのか薄いサインなのかは皆さん次第で、はい、受け止めてください。はい、はい、7番、6枠の7番三つ葉、緑の奥に入りました。なるほどこれぐらいしかないんです今回、はい、やめときましょう。この反応です、ね、予想ねこれはあれですか、要は三つ葉が緑だよっていう感じ。そういうことですね。そういうことごめんなさい、普通の予想もちゃんとしてるんで。普通の予想はちなみに、はい、私本命とっても悩んだんですけど、はい、サウンドトゥルーとケイティブレイブ、うんうん、悩んだんですけど、はい、やっぱりケイティブレイブにしました。ケイティブレイブ、うん、はい、やっぱここまで合理10勝3勝してる強みもありますし、うん、そうですね、やっぱり4歳世代のトップクラスのね、はい、実力があると思うので、うん、この秋4歳っていう勢いと、ね、若さと勢いで今回は、うん、もう本命にしたいなっていう応援の意味も込めて、ちなみに、うん、ケイティブレイブ、ね、はい、からだと、まあ、2番人気なんで、そうですね、買い目も考えないとという感じですけど、そうなんです。どうですか。私ねちょっととっても下手くそかもしれないんですけど、はい、まあ、対抗は一応もうさらっと言っちゃいますね、はい、サウンドトゥルーで、うん、黒三角三つ葉なんですよ、はい、黒三角なんだ、はい、三つ葉はで、はい、白三角が敬愛レオネにしました。敬愛レオネ、中央時代シリウスステークスとか勝ってますし、そうですね、10勝2勝もしてるんですよね、うん、で人気もあまりないんですよ。そうですね、はい、うん、でジャパンダートダービーも3着している実力馬です、はい、はい、で南関東移籍した時からもう3-3-3-2と重賞戦線でもうかなり安定しています。安定しています、はい、どうですか、どうですか私のこの予想。いや、どうですか。いやでも本当にK.I. レオネもね、前回同じ距離の重賞をちゃんと勝ってますね、はい、そうですね、ホーチオールスタートップ勝ってますからね。すごいしぶとい馬ですし、ええ、今日の馬場なんか K.I. レオネに合うような感じがしますよね、ええ、これちょっと穴っぽいですね、はい、この4頭しか上げてないんですよ、はい、私。なるほど、この買い方でしょ。買い方です、そうあれ私目に訴えちゃいました、はい、3連服のボックス厚めに、はい、あ、ボックス、はい、なるほどなるほど。でも厚めに買えばなんとか取り紙にはならないと思うんですけど、うん、7-8-12で来るとあれですけどね、配当一番安いかもしれませんが、はい、そうですね、まあちょっと厚めに買っとけば、はい、多分大丈夫だと思います。
ですね、はい、三つ葉がね、ちょ幸運の四つ葉ぐらいになるというですね、プチ情報なんですが、全然今失礼されましたけど一生懸命フォローしたのに一つ、ね、言いたいことがあったんです。プチ情報、三つ葉はなぜ三つ葉か皆さん知ってますか？あ、何なんですか？3月28日が誕生日なんです。あ、そういうことか。で、三つ葉で、あ、3月28日生まれで三つ葉さんなんだ。はい、なるほど。その情報をもう言いたくてしょうがなくて、はい、あ、ちなみにもう一つプチ情報を言うと、はい、あのハッピースプリントの森下調教師は今日が誕生日です。あ、はい、なるほど。ということで、何かあるかもしれない。綺麗にまとまったんじゃないですか。はい、ありがとうございます、はい、さあ2回目のトークショー、皆さんお付き合いいただきましたが、はい、時間になりました、はい、馬が出てきちゃいましたね。そうです、静かな声で、はい、年度最後の2月、次の次回の開催なんですが、2月の27日から3月3日金曜日となります。はい、3月1日には川崎競馬最後のダートグレードレースがありますので、皆さんエンプレス杯ぜひとも川崎競馬場にお越しくださったら嬉しいです。嬉しいです、はい、そして本日のゲストを皆さんもご紹介します。はい、静かな拍手でお願いします。静かなお願いします、ね、はい、小坂翔太さんでした。私谷桃子が進行を務めさせていただきました。皆さん最後までありがとうございました。すいません、小さな小声で終わるトークショーというのも面白いです。ありがとうございます。はい、いると思う。